シナノのヤマメの魅力、葉山よしき。私が今住まっているところは、東に南アルプス山系の千畳ヶ岳や白根山系の山々など、ほとんど年中雪をいただいている1万尺内外の高山の屏風を遠望し、西にはわずか数里の距離を置いて西駒山脈、つまり中央アルプスが渡っている。その間を諏訪湖に源を発した天竜川がうねりくねって流れている。この川からは、鯉、鮎、うなぎ、赤魚、ヤマメなどなどが釣れる。私は午前中は読書執筆に費やし、午後はその天竜川やその支流にヤマメ釣りに出かけるのだが、このヤマメは全く位相外のところに住んでいて、釣った人間を驚かせる。私の釣りは運動であり、同時に頭の休養なのだから、あまり人間と出会わないような渓流を選んで遡上する。なるべくならば釣れた方が面白い。が、見物人のたくさんいる前では、いくら釣れたって頭が休まらない。人が見てる前では、釣れても釣れなくても気を使う。だから私は、釣り堀などで魚を釣ろうとは思わない。そんな風だから、突拍子もない小溝、幅一尺あるかなしの小溝に釣り針を流しながら、無心に歩いて行ったりする。天竜川にしろ、それに流入する支流小溝など、皆急流である。その一尺幅の急流に針を流しながらついていくと、今まで勢いよく下っていった手ぐすが上流に向かって登ることがある。変だなと思って引っ張り上げるとひどい手応えがある。手ぐすを切られないように心臓がドキドキするのを辛抱して引き上げると一尺もあるヤマメが引っかかっていることがある。はっはー、野郎、下流から登ってくるところに餌が流れてきたもんだから加えて登ったんだな。ということを私は監督した。一度は、やはり二尺幅くらいの小溝で、六寸ぐらいのヤマメが上流を向いて、じっとしているのを見つけた。上から私はミミズを流して、ちょっと横の方を流してやった。が、振り向きもしない。そこで、今度はかっきり、やつの鼻の先をめがけて流してやったが、なんとそのヤマメのやつ、キジミミズが恐ろしいのか、避けてしまった。その避けるとき、皮肉なやつだ。私の顔をじっと見上げるのである。ダメだよ。釣り針が出てるじゃないか。と、私の顔を見上げて言ってるように私は思った。私が、はっきりヤマメの姿を見ているのだから、ヤマメだって私を見てるには違いない。そうすれば、この細長い二本のヒレでもって、地上を立って歩く魚は、きっと自分の顎に釣り針を引っ掛けて、引っ張り上げる例のやつに違いないということを、その小さなヤマメのやつ、きちんと飲み込んでいるのだ。釣り針が流れ去ると、また元のところへ戻ってじっとしているのだ。私はため息が出てきた。よし、それじゃあ手前と知恵比べだ。と、私は針の餌を新しいのと取り替え、釣り針の先を隠した。そして身を木の幹に隠すようにして、少し今までよりも上流から徐々に流した。やつの視野内にポンと放り込んだのでは不自然である。やつの視野外から自然な状態でミミズが流れてきて、だんだんやつの視野に入る。なんだろう、ゴミくずかな、木の枝かな。とやつが思っているうちに、だんだん流れてやつの正確な視野に入ると、そこには奴の食欲をそそらずにはいないキジミミズが
はつらつとしてピリピリ尻尾を振っている。ということになると、やつも食わんわけにはいくまいじゃないか。というふうに考えながら餌を流すと、瞬間、私はヤマメの姿もミミズの姿も見失った。おかしいな。どうしたんだろう。と、私は私の視力に疑いを持ちながら、竿をしゃくって合わせてみた。手応えなし。それでいて、ちゃんとミミズは針のところだけを残して食い去られているのである。近頃流行の食い逃げである。少し私は面白くなってきた。これは一体私の技術が拙劣なためであるか、それとも奴がすれっからしで。餌だけは食うが、針を飲み込むのはご迷惑を被る。という心情でも持っているのか。どう考えても奴の態度は怠然としている。ちょろちょろ泳ぎ回っていない。丹田に力を込めてじっとしている。この野郎、人を馬鹿にしやがって、手で踏んづかないでやろうか。と思って、私は四辺を見回した。もちろん誰も見てなんかいない。竿の元の方でついてやろうかとも、私は考えた。が、そもそも、そういうことを考えるのはいけないのだ。身勝手すぎるのだ。もともと魚釣りというものは、詐欺なのだ。だから、ヤマメの方で、その詐欺に引っかからないからといって、人間の方で生き通るのは、筋が間違っているのだ。生き通りはしないが、少なくとも面白くない。じゃあ、さようなら。また明日会おうぜ。私は大きな声で、水中のヤマメに挨拶をして下流に向かった。が、それからというものは、私は疑念に悩まされ続けた。キジミミズは水に流れてゆくが、やつのように一度や二度では食わないということになると、俺がただ餌を流していったって、どいつもこいつも餌を見送って、それに続いて現れる俺の姿を見て、ミミズの後からはきっと人間がついてくるという真理を発見するだろう。そうすると俺はヤマメに詐欺の本質を身をもって教育することになる。魚にそういうことを教育するのはどうもあんまり面白いことではない。だが近来、魚の教育は進歩していると考えられる傾向がある。以前のように無謀に飛びついて食わない。犯罪の手段の方が検察陣の方をリードするし、国民の体質低下が軍部を刺激するし、バイ菌は注射薬に対して抵抗を増加するし、ということになるとだ。私は何が何だかわからなくなって。何が何だかわからないのよ。という俗用を一つ怒鳴って、釣り針をしまい、竿を抜いて袋に入れて、早かったけれど、家へ帰ってきてしまった。そして、うちに帰ってきてから考えた。考えちゃいけないのじゃないかと。だが、魚というものは、ただ習性だけで動いているものだろうか。どうも私などよりも、はるかに知性の発達した魚がいるように思われる。ありがとうございます。